歴代最強ショート。長いプロ野球の歴史の中、史上最年少で2000本安打を達成した坂本勇人。このままのペースで安打を積み重ねていけば、いずれ張本勲が持つプロ野球記録3085安打を超えるのではないかとも言われています。また2019年にはショートとして史上初の MVP を受賞し、現在ではプロ野球史上最高のショートとも評価されています。そこで今回の動画は坂本勇人のこれまでの軌跡を年度別の成績とともに振り返りたいと思います。野球中継を見るような感覚で画面に全集中お願いします。振り返り。2007年、ドラフト外れ1位で巨人に入団。巨人は当時現中日の堂上直道を1位指名しましたが、原監督が抽選で外し、外れ1位で坂本を指名。なお阪神も堂上を指名し、外れ1位で坂本を指名する予定でしたが、この年だけ外れ以降はウェーバー方式が採用されていたため、阪神より順位が下だった巨人が先に坂本を指名できたのです。入団以降は2軍で一定の成績を収め、7月に1軍に昇格。7月12日の阪神戦、ダイソーでプロ初出場を果たします。そして9月6日の中日戦、1対1で迎えた延長12回表、2アウト2塁で中日ベンチは4番小笠原道弘、5番阿部慎之介を敬遠気味に歩かせたのです。これには中日ベンチの思惑があり、この時6番にはピッチャー上原浩二が入っていて、巨人にはもう打てる代打が残っていないと踏んだ落合采配だったのです。しかし巨人には当時高卒新人だった坂本が残っていました。原監督は上原の代打に坂本を起用。中日のピッチャー高橋昭文の投じたストレートを振り抜き、詰まりながらもしぶとくセンター前へポテンヒット。プロ入り初安打初打点を記録、チームを勝利に導きました。そしてルーキーイヤーは1軍で4試合に出場。安打はこの1本のみとなりました。シーズンオフには阿部慎之助に誘われ海外自主トレに同行、一日中行動を共にし、一流のイロハを学びました。そして2008年、キャンプオープン戦と結果を残し、松井秀喜以来となる10代での開幕スタメン8番セカンドを勝ち取ります。そしてこの開幕戦は坂本の野球人生にとって大きな分岐点となるんです。これまで巨人の不動のショートだった新岡が試合途中に肉離れを起こし途中交代、約4ヶ月の間1軍登録を抹消されました。翌日から坂本は新岡に代わってショートで出場。4月6日の阪神戦ではプロ入り初となるホームランを満塁弾で記録しました。前半戦は1番2番を任されるなど好調で、ファン投票で初のオールスターに選出。しかし後半戦に入ると成績は一気に急降下。打率が2割台前半まで落ち込むと、打順も7番8番に落ち着いていきました。そして7月上旬に予定されていた新岡の復帰が近づくと、新岡をショートに戻し、坂本を再びセカンドに移すのかなどの議論が巻き起こります。しかし再び坂本にとって転機となる出来事が起こるんです。新岡の不倫スキャンダル。この出来事によって新岡の復帰は延期され、巨人軍は常に紳士たりという球団のイメージに反する行動により一気に立場が悪くなりました。その後新岡は復帰するも再び怪我で2軍落ち、それ以降は1軍に上がることなく日本ハムにトレードされました。こうして坂本は完全にショートのレギュラーをつかみ、全試合にスタメン出場。チームは途中阪神に最大13ゲーム差をつけられていましたが、後半戦に圧倒的な強さを見せ、プロ野球史に残る大逆転優勝を果たしました。今年の優勝は名クレジェンドと呼ばれ、今でもプロ野球ファンの記憶に残るシーズンとなっています。阪神ファンの私にとっては悪夢でしかありませんでした。坂本はこの年2割5分7厘8本43打点の成績を残しています。2009年、8番ショートで2年連続開幕スタメン出場を果たします。この年は春先から打ちまくり、途中からは1番打者に定着。チームも連覇日本一を達成し、坂本自身も初の3割を達成。3割0分6厘18本62打点をマークし、初のベストナインを受賞しました。2010年、この年も1番打者として全試合フルイニング出場を達成。打率は低下するもホームランを量産し、巨人のショートとしては初となるシーズン30本を記録。シーズン成績は2割8分1厘31本85打点でした。2011年、この年は統一球が導入され、全体的に極端な投高打低に各チームの主力打者は軒並み成績を落としました。坂本も例外ではなく、前年より成績が悪化。打率2割6分2厘16本59打点に終わります。しかしチャンスに強く、リーグトップの3割6分1厘をマークしました。2012年、
この年は主に3番を任され、球団タイ記録となる20度の猛打賞、リーグ1位の長打数を記録、3割1分1厘14本69打点をマークし、3年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献。173安打を放ち、自身初のタイトル最多安打をチームメイトの長野と同時受賞しました。そしてこの同時受賞には感動のエピソードがあったんです。2012年シーズン最終戦、この時点での安打数は長野173安打でトップ、坂本は170安打で3位でした。坂本が最多安打を獲得するには最低猛打賞以上と非常にハードルが高いものでしたが、坂本は見事3安打を放ち、とうとう長野に並びました。すると次の次のバッターだった長野は志願して自身をベンチに下げるよう原監督に直訴したんです。原監督はその願いを受け入れ、長野に代打を送り、この時点で2人の最多安打が決まりました。その時長野は坂本に向けて笑顔でガッツポーズをすると、それを見た坂本は涙、男の友情を感じさせる感動のシーンとなりました。しかし2013年、2014年、2015年の3年間、チームはこの間3連覇を果たし、坂本は2014年に NPB 史上3人目の若さで1000本安打を達成。2015年からはキャプテンに就任するも、自身のシーズン成績は伸び悩み、低調な結果に終わります。この時の坂本は真ん中から得意のインコースに入ってくる球を左肘を畳んでレフト方向に捌くプルヒッター、逆にアウトコースにはめっぽう弱く、2015年のアウトコース打率は2割2分5厘でした。しかしその一方で守備面では2015年にショートでリーグトップの守備率を記録するなど大きな成長を見せ、走塁面でも13年24盗塁、14年も23盗塁を記録しました。そして2015年シーズンオフ、ここ3年間の打撃での伸び悩みに危機感を持ち、プレミア10人に選ばれた日本を代表するバッターのチームメイトたちに練習中にアドバイスを求め、それをもとにこれまで上から叩くように出していたバットの軌道を下からすくい上げるように修正。2016年の春季キャンプでは臨時コーチの松井秀喜にもアドバイスをもらい、これまでの軸足5、前足5だった体重の割合を軸足9、前足1に変更するなど、軸足に体重を残してすくい上げるように打つ打撃フォームの改造に着手。そして並々ならぬ思いで臨んだ2016年、打撃フォームの改造によってアウトコースの球を体の近くで捉えることができるようになり、自身の課題だったアウトコース打率が2割2分5厘から3割0分6厘飛躍的に上昇、弱点がなくなり穴のないバッターに成長しました。最終的には打率3割4分より23本75打点をマーク、ショートとしてはセリーグ史上初の首位打者、自身初の最高出塁率を受賞、また自身初のゴールデングラブ賞も受賞し、大きく飛躍したシーズンとなりました。2017年は前年より成績は下降するも、打率2割9分1厘15本61打点と安定した成績を残し、7月には NPB 史上2番目の若さで通算1500安打を達成。守備面ではシーズン通して初の一桁失策にとどめ、ショートでリーグトップの守備率を記録、2年連続でゴールデングラブ賞を受賞しました。2018年も開幕投手から好調を維持していましたが、7月に脇腹を痛め1ヶ月以上戦列を離れました。復帰後は11試合連続安打を放つなどチームを牽引、CS 出場に導きました。シーズン成績は109試合に出場、打率はキャリアハイとなる3割4分5厘18本67打点をマーク、2年ぶりにベストナインを受賞しました。そして栄光の2019年、第3次原政権となったこのシーズン、広島から FA で加入した丸を3番に、坂本は攻撃型2番として固定されます。このシーズンから1球ごとに変える4つのタイミングの取り方や、男村田直伝高めのスピードボールに対応するため両手の間を指1本開けたグリップの持ち方を導入、春先から内に打ちまくり、5月にはセリーグ記録となる36試合連続出塁を達成、ホームランも量産し、最終的には自己最多となる40本塁打を記録、ショートのシーズン40本は史上2人目、チーム三冠王となる打率3割1分2厘40本94打点とハイレベルな成績を残し、守備面では自身3度目となるゴールデングラフ賞を受賞。巨人は5年ぶりのリーグ優勝を果たし、坂本はセリーグ初ショートでのシーズン MVP に輝き、栄光のシーズンとなりました。2020年、新型コロナウイルスの影響で開幕が6月にずれ込んだ今シーズン、坂本自身2019年栄光シーズンから一転、春先から低迷、しかし徐々に巻き返し、悪いながらも一定の成績を収め、巨人の2連覇に大きく貢献しました。そして11月8日、史上最年少で2000本安打を達成、
多くのプロ野球ファンから祝福を受けました。というわけで今回は坂本のプロ野球人生を振り返りました。プロ野球史に残る選手が今も現役バリバリでプレーしている姿を見れるのはプロ野球ファンとして幸せなことだと思います。ぜひ張本勲の持つ通算安打のプロ野球記録を更新してほしいなと思います。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。